燃えろ羊魂、バリソンを救え。よう、パパ。遅くなってしまいました。早く帰らなければ、うん、おお、なんと美しい。まるで虹が降ってきたようです。おや、対象物体の軌道速度質量からおよそ 96.7% の確率で衝突。さて帰りましょう。お待ちどうさま。始まってしまいましたね。だから何なのよこれは。目はかゆいし鼻は詰まるし、くしゃみは止まらないし、ベンチャー。虹色蝶の鱗粉が原因となる鱗粉症ですよ。裏切り者はお黙り。はいはいはい。執事たるもの、使える主人のため常に自らの健康に気を配るものですからな。執事だったら自分よりも主人の健康に気を配らんかい。すみませんが、私はこれで失礼させていただきます。そうだね、外にいても苦しいし。鱗粉症は安静にしているのが一番の薬ですよ。ご忠告感謝します。バリザン帰りますわよ。バリザン、おバリザン、バリザン、どうしたのバリザン。いやー、すまんすまん。さて、その執事のことじゃが、おそらく虹色蝶の鱗粉が内部に入り込んで機能を狂わせておるじゃろう。で、このままだとどうなっちゃうの。最悪の場合、完全に活動を停止してしまうかもしれん。バリさん、エルミナちゃん、ドラゴ様、なんとかできないの。そうじゃの。あのガキ、こんなとんでもないのと知り合いだったわけ。とんでもないですか。あいつは桁外れの力を持つ魔界でも有名なドラゴンよ。私のままでも怠慢で勝てるかどうか。だからユーシーさんはバリザンさんをこちらに連れてきたんですね。なんなのよ一体。僕たちがバリザンさんの中に入って鱗粉を取り除く。その執事は天界の最新技術で創造されし者、故に少々危険と思われる。そのような場所に今勇士たちを行かせるわけにもいくまい。まあそれはそうかな。いいえ、私が回ります。これは主人である私の義務ですから。エルミナちゃん大丈夫。とか世話やかすんじゃないわよ。行きましょう皆さん。だって僕たち同じ執事じゃないですか。言われるまでもないわ。貴様も少しは執事らしくなったようだな。じゃあほな行きまよか。ピクシーのペンダント。ピクシーのペンダントです。
では頼んだぞ。ところでわいらどないして鱗粉を取り除けばええんですか。臨機応変じゃろ、羊じゃろお前、なんとかしてみせ。おお、さすがはドラゴ様、的確なアドバイス。おいおい、まあなんとかなりますよ。お嬢様、早く僕たちを。うん、エルミナちゃん、いい？頑張ってね、キューブ。チャウ、気をつけてね。あたしに恥かかせんじゃないわよ。お任せください、お嬢様。大船に乗った気でいてんか。承知してございます、姫様。この我が命に変えてでも。このガガに抜かりは。えらい目にあった。ここがバリザンの中かいな。どうやらそのようですね。しかし天界の技術っちゅうのもなんかよう分からしまへんな。妙なところで凝ってますね。いつまで乗っておるか。ガガさん、いつの間に。いつの間にではないわ。貴様、まさかこの気に乗じてわしを亡き者にするつもりではなかろうな。まさかそんな。だいたいガガさん、もともと追い先短いですし。バカを言え、わしはまだまだ千年わかる千年わかる。喧嘩しとる場合やないんとちゃいますか。いかにせんか。昨日引き裂くこの悲鳴、間違いない乙女のピンチ。やれやれ、ガガさんらしいや。深くこのような時に更新が。やれやれ、ガガさんらしいや。あれは妖精。なんでこんなところに。こんなんやけったでもおるで。もしかしてあれが虹色蝶の鱗粉。行ってみよう。じゃあ行くで。デリリルはこのまま食べられてしまうのですね。美容性白目、花の命は短いのです。ああ、先立つ子を許してほしいのです。待て、その人を離すんです。自分が養分バリザーハロー。まあ、鱗粉の正体がこれとはとてもお嬢様たちには言えないな。それはさておき、さ、もう大丈夫ですぞ。妖精殿、ご安心くだされ。おっちゃん、いつもとキャラ変わってるやんけ。グレンダ様がいないところではいつもこうなんだよ。ガガさん、結構恥じてるタイプだから。助けていただいてありがとうレス。私ベルベルと言いますレス。僕はキューブ、よろしく。ガガと申します。以後お見知りおきを。うわっ、ちゃう、言います、よろしゅうに。何をするか、ちゃう殿。はるいせい、はるいせい、離れなさい。さて、どこで聞いたことがあったような。ところでベルベルさんはどうしてここに。私ですか。その話せば長くなるのですが、実は。何なんですか？バリザン、ちっこいけど。あの、バリザンさんですか？え？何すんですか？バリザンセキュリティチーム第2分隊より全部隊へ。侵入者確認。これより殲滅モードに入ります。攻撃
ほっとけないよね。はい。でも、エルミナさん、初めて会った頃とは少し変わりましたよね。うん、なんか優しくなったみたい。魔王のやつは元気にしとるかの？ふん、私が引導を渡すまでは元気でいてもらわなきゃ困るわよ。やれやれ、魔界の娘はみんな素直でないのも母親にじゃな、お前さん。グレンダは全然変わってないけど。こんなところで何を騒いでるんだ。え？デッサン。プラチナプリンセス候補がガン首揃えて随分暇そうだな。プリンセスは諦めたのか。なんですって、このクソガキが。おお、あの娘は。お、はい。お前この辺りで、そのなんだ、どうかしたんですか？いや、なんでもない。もしかして何かお探しのものでもあるんじゃ。なんでもないって言ってるだろ。ベッサ、邪魔したな。じゃあな。何しに来たのよあいつ。私たちそんなに嫌われてるのかな、ベッサ。つまりこういうことなのレス。虹色蝶の群れと一緒に飛んでいたらうっかり眠ってしまったのレス。そしたら閉じ込められてしまったのレス。そして、あ、出口を探して歩き回っていたらあの鱗粉さんに捕まった。キューブさんたちに助けてもらったというわけなのレス。それはご不幸な事故でしたな。ベルベルはんの単なる不注意っちゅう気もするんやけど。まあこれでベルベルさんの事情はよくわかりました。あと問題なのは僕たちの今の状況です。あなた方は完全に包囲されています。おとなしく殲滅されなさい。どうしましょう。わしに聞くでない。そもそもあのやけに好戦的なちっこいバリザーンらはなんやねん。白血球みたいなものかと。体内に侵入した敵を倒すのが仕事なんでしょう。応答なし、これより殲滅戦に入る。撃てー。侵入者に増援、叩きに応戦せよ。とにかく今のうちに行きましょう。行くってどこへですか？バリザンさんの頭ですよ。話を聞いてピンと来たんです。もしかしたらベルベルさんが飛び込んだ時何かが起こったのかもしれません。最高でキューブ。お前にしては悪くない考えだ。では私が道案内するです。よろしく頼みます。お嬢様のダンス、私に見せていただけませんか？でも、お父様は。私は見てみたいのです。群れ者、下ろしなさい。大丈夫です、きっと大丈夫です。大丈夫よね、バリザン。うん、暑い。こら、たまらん。この道しかないから仕方ないよ。ねえ、ベルベルさん。それが、道を忘れてしまったのです。やった！お決まりのコース！ごめんなさいです。昨日は半分寝ぼけててほとんど覚えてないです。どうします、ガガさん。ガガさん、
な夏の日のカエルみたいな無残な姿に。水はどこや。水のある場所だったら覚えてるでしょ。戻りは危険だって僕申し訳ないでしょ。なにもいきなりこのようなところに。今度は水を飲みすぎて気絶してもうた。ダメだ。うわ助かった。どなたか知りませんがありがとう。ベルベルさん、どうしてあのリンプンたちはベルベルさんを連れて行ったんでしょう。そういえばそうでんな。確か最初に会った時もそうやったし。何にせよこうも簡単にベルベル殿をさらわれてしまうとはな。このガが同じ執事として恥ずかしい限り。それは少し言い過ぎですよ。せやガガハンこそ肝心なところではまるで役に立つらやんけ。執事生活千余年のこのガガが役立たずというか。そればっかり年寄りはくどいで。ならば勝手にするがいい。ここからはこのガが一人で行く。それはこっちのセリフや。うん、行こう。これだから最近の若いもんはやはりわしがいないと。こら、話は最後まで聞かぬか。ご迷惑をおかけしました。サブブレインの私にはセキュリティを止める権限がなかったのです。とにかく全部私が悪いのです。私が、そういうことだったんですか。私が逃げちゃったせいです。そこで私はリンプンの皆さんにベルベルさんを連れてきてもらうよう頼んだのです。ではバリザン殿が倒れた原因はリンプンではないと。展開の技術はそんなにヤバではありません。ドラゴ様ってばいい加減なことを。それで皆さんにお願いが。わかってますよバリザンさん。わい、パズルは得意なんや。及ばずながらこのガガも。私にも手伝わせてほしいです。はあ、ベルベルハンはそのために連れてこられたんでしょろ。こい、それではみんなで始めましょう。ゴー。リンリンブー、リンリンブー。ではこれを、これが私の命よりも大切なメモリーです。これが命よりも大切なメモリー。バリザンさん、心からエルミナ様のことを大切に思っているんですね。おお、我々も見習わねば。じゃあな、同じ執事として。バリザン、どうしたの？エルミナちゃん。キューブ、みんな。お嬢様、ただいま戻りました。みんな、お帰りなさい。やーです。あんたは。バイバイです。なんであの妖精がこのポンコツの中から出てくんのよ。何のことです？わいら、リンポンと戦ってきただけやで。この二人の申した通りであります。姫様、我らは妖精殿など知りませんが。怪しい。もしかしてベッサン、
ベルベルさんのことを心配してここまで探しに来たのかもしれませんね。そうかもね。じゃあねお嬢様、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。無事ならいいですわ。体がだるいです。静かに休んでろ、心配かけた罰だ。はいです。ベス様。なんだ。羊の皆さんとってもいい人でしたです。だから皆さんがお仕えする姫様たちもきっと。いいから休め。はいです。うっし、なんで今頃。あなたの話した言葉は柔らかな風のよう。この度はお世話になりました。リンリンポン。ご謙遜を。すべてあなた方のおかげですよ。ププーン別に照れなくても。次回ご奉仕します。ご主人様はヘンクス様。リンリンポン。